今日のバンプオブチキン、本日はバンプオブチキンの超有名曲、まあ本当にバンプの始まりの曲といっても過言ではないガラスのブルースの20 years round バージョンというものをご紹介させていただきたいと思います。こちらどういうバージョンなのかというとですね、もう今ちょっとねイントロかかって分かったと思うんですけども、ガラスのブルースってそのバンプが一番最初、本当に当時15歳とかの時に、バンドのその全国コンテストに出るためにまあ作った曲で、一番最初のアルバムフレームベインというものに入っているんですが、こちらの20 years round はちょうどバンプが、28周年、オービタルピリオド28周年じゃない、メンバーが28歳になる年にですね、そのアルバムオービタルピリオドっていうのを出す前のシングルの時に、出したやつのカップリングに入ってた曲なんですよ。でこの20 years round ライブで演奏されたのが数えるほどしかないんですけども、収録前に、演奏されたのがそれこそまさにあれですよ、愛地球博の中のプラネタリウムのアコースティックライブでこれが初披露されたというような形になっております。でこちらはですね、その28 years round と28 years round って書いてあるんですが、それこそ、もう何回もこのラジオでも話させてもらってる通り、28周期というオービタルピリオドというものがありますよと。でバンプ全員のメンバー全員が28歳になる年にそのオービタルピリオドっていうアルバムを出して、その28周年すごいんだぜっていうのをやって、でその当時にやったホームシック衛星っていうのが時を経てバンプのバンド結成28年になる今年の2月11日から今リバイバルツアーでホームシック衛星2024っていう形で、今現在行われているというような形になっております。この時の藤君、本当にもうなんだろうな、無双状態に入ってたというか、2007年に花の名とメーデーとかを出した後、この後にオービタルピリオドっていうのを出すんですが、この花の名メーデーからのですよ、もうなんつうのかな、このメーデーのカップリングに入ってるんですけど、このガラスのブルースをただアコースティックにしたという感じじゃないんですよね。やっぱりそのガラスのブルースのあの荒々しい曲のいいところは持ちつつ、本当にこの心の底からガラスのブルースを熱を伝えに来るというような、そんなアレンジになってるんですね。で普通アコースティックとかだとドラムも入んないで、こう例えばカホンとかっていう楽器が入ってきたりすると思うんですけども、これに関してはもうドラムもすーげーこういい感じのアコースティックバージョンになって入ってると。でさっきも言った通り、2005年の愛地球博、その万博の時のプラネタリウムで開催されたアコースティックライブでやったアレンジが元になっているっていうような形なんですね。俺ねこれね、ライブで1回か2回聞いた時あるんですよね。うわガラスのブルースのアコースティックやってくれるんだっていうのがすごい新鮮で、普通ガラスのブルースって大体今だとアンコールの時にやる時やらないか、本編の一番最後に持ってくるかのどっちかなんですよ、バンプのライブって。でガラスのブルースやるときって藤君が大体ガラスのブルースって叫んだりとかしてね、こう入ってくるんだけど、この時はこうアコースティックギターを持って藤君がつまびくわけですよ。こういつもの藤君のこうルーティンワーク的なのがあるんだけど、それでちょっとねこの曲歌ってみようと思うんだっていうと、これ今から書けるんでイントロがあるんですけど、イントロでこうギターのアルペジオ的な単音が結構入ってくるんですね。それが鳴った時のあの鳥肌と俺らのテンションの高揚感といったらもうたまったもんじゃなかったですね。で元々のガラスのブルースって曲も結構長いんですけど、これアコースティックになったことによって8分間もねガラスのブルースが楽しめるっていう最高のアコースティックアレンジになってます。バンプがアコースティックでアレンジした曲って、このガラスのブルースともう一曲エバーラスティングライっていう曲のこの2曲だけしかないんですけども、その中でもこの本当にねガラスのブルースっていうのが大きく表情を変えてまた新たな曲として生まれ変わってる、それが28歳の年になって俺たちファンにとっても非常に記念すべき楽曲になったなっていうところと、やっぱ限られた人しか見れなかった愛地球博のバンプのライブっていうのをこうなんか再現してくれた感じがあって、俺たちファンもすごく
ごく嬉しかった曲の発表だったっていうのは今でも強く覚えてます。改めて皆様にね、元のガラスのブルースの良さも踏まえつつ、アコースティックになった時のこの優しさ、音のあったかみっていうのも感じていただきながらお楽しみいただければと思います。改めてお届けしましょう、バンプオブチキンでガラスのブルース28 years round。